北の坂2013区2010北の坂2006インフィオラータ神戸は阪神淡路大震災犠牲者の鎮魂を目的とする祭典の一つ。三宮東、北の坂ほか神戸市内各所で行われる道路や広場に花びらを敷絵を描くもので起源はイタリア各地の祭礼イ,インフィオラータである。震災犠牲者の鎮魂と傷ついた人々の心を癒やすために 街を花で美しく彩りたいという思いの象徴として、イタリア、ローマ県、ジェンツァーノ市のインフィオラータにヒントを得て、1997年から毎年4月に行われている。三宮東会場にて1997年に初開催され、その後、神戸市内の会場に広がった。使用する花びらは、球根栽培の際に不要となるチューリップの花びらで、富山県、 新潟県の産地より送られてくる。イタリア、ローマ県、ジェンツァーノ市のインフィオラータは2世紀以上も前より開催されており、2004年からは神戸と友好を深めている。2006年にはスペインのオロタバ市が市政500周年記念事業としてワールドインフィオラータを開催。世界のインフィオラータが一堂に集うインフィオラータに神戸チームも招待され参加している。 1> 第1回は、三宮東会場にて、神戸芸術工科大学が絵のデザインを行った。第2回以降の花の絵は、広報誌などによる一般公募で、それぞれの実施団体がその絵を決定する。制作にはボランティアが中心となって当たり、市民参加が大ベントである。その後、長野県や横浜市など、日本各地にインフィオラータが広まっている。インフィオラータ神戸では、 開催期間中に合わせて各種イベントを行うなど来場者をもてなすためにコンサートやライブ、写真展、大道芸、ファーマーズマーケットなど多種多彩なイベントが行われている。ありがとうございます。